池内チャンネルオルツァスタイル、はい、新連載、新連載始まりましたね。始まりましたね。何なんですか今回。おじめんて、おじめんて、おじめんて、おじめんて。あれ回春的なやつですか。いやりゅうちゃんも、はい、おぎちゃんもいっぱいなんかいろいろ買ってるけど、はい、買って終わりじゃないっていうところが、ね、おじさんの買い物の仕方かなと、はい、いいもの買って長く使う、うん、長く使うためにはメンテナンスをしっかりした方がいいんじゃないかなっていうことで、はい、第1弾何直しましょう。僕はあのスニーカーのスニーカー、そうなんか割とね革靴は直すけどスニーカー結構ソールいっちゃったら捨てちゃうとか、やっぱりあのみんな言う加水分解、そうなんですよ、とか剥げちゃうとか、ね、あのメッシュが破けちゃうとか、うんうんうん、でもなんかそれで捨てちゃうのもったいないじゃないですか。いやそうなんですよね、いろんなブランドちょっと高価になってるんで、そうなんかその辺スニーカーも今めちゃくちゃ高いでしょ。高い1年とかで捨てちゃうともったいないんで、うん、なんか最近その直せるところがいっぱいあって、ここ今元八幡にそのいいお店があるって、ね、初めて来た、はい、風の噂で聞いたんで、はい、早速行ってみようかと思ってます。行ってみます、はい、すごいですねこれ。なんか近道らしいんですけど、だいぶいかがしい。すごいシャイだよ。そうなんですよ、やっぱ女の子がみんなシャイで喋ってくれないの。どの辺ですか。そうここ曲がった。あれスニーカーアトランダムっていうあそこがお店なの。ちょっと分かりにくいですけど、まあ、この七院の丸高ってとこを目指してもらうか、まあね、Google マップで入れてもらったらここの砂利道入るってことなんですけど、ね、で早速行きたいんですけど今日、はい、ちょっと荻山さんの格好から聞こうかな、はい、シアサッカー、シアサッカー、ブルックスブラザーズ、おーシアサッカーに、はい、あのポロ、あ、はい、1212現行品ですね、はい、サイズは3です。でスニーカーがアディダスのジャーマントレーナー、アディダスの方なんですね。アディダスの、それもともとガムソールそんな色ですか。この色なんです。でも結構いい色です、ね、なんかね昔っぽい感じ、じゃあ僕の方、これ実はですねこれギャルソンオムプリウスなんですけど、あれこの間あのこの前はそうあのワイズだったんですけど今回ギャルソンで、これもリネン、でもこれあれこれコットンなんですけど、これ1996年に買ってるんですよ。はあ、だもう28年前、はい、だけどこれも大切に履いてて、でさらにこれ上シャルベのシャツなんですけど、これ年代でいうと1994年なんですよ。でもさすがにこれ僕18歳で買えなかったんですけど、二十歳ぐらいの時にあの三越のなんかこうお得意様なんとかセールみたいなの出ててすごい安く買ったので、ほぼほぼ二十歳そこそこぐらいに買ったやつを48歳してまだ着てるって。ね、若作りって思われがちだけど、そうはならない。そうなんです、体はボロくなってきたんですけど、いい古いものはこっちは新しいままで、今日持ってきたのもちょっと古いんで、ちょっとそれはお店入ってから出そうと思うんですけど、でこれはエクセル仕様、そうあの、ねま、あのずっとあの待たされてたんで、もういつになっても来ねえなのって飲んで待ってました。これがじゃあごめん、あこれ新しいあの V6 ですね、ニューバランスの V6 一番新しいってのが一番新しいですね、はい、森田くんとかあの V6、 あそっちはないですけど、じゃないです、はい、森田くんがどの森田くんか探っちゃった頭の中で。すごいとこですよね、この一番上に、それが家、そうなんか民家というかなんですけど、うん、このスニーカートランダムっていうのがここは今回のお直しをしてくれる、これ鳴らさないでください。そうですね、普通に開いてれば看板出てるんで、で営業時間が今11時で、はい、行ってみたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。オルツァスタイル編集部の柳中と申します。山です。よろしくお願いします。今日はなんかちょっとスニーカーを直せるってことで、はい、ちょっと2人でそれぞれ、はい、ちょっと持ってきたんですけど、まず見てもらおうかと思って。はい、そうですね、はい。その前に、こちらはお店は何てお店でしたっけ。あ、スニーカートランダム、はいね。スニーカートランダム。アトラ、はい、はい。もう長いんですか。そうですね。今年8年目。8年目。はい、スニーカー修理の。そうですね。メインで、あとあれ大阪と高円寺でしたっけ。そうですね。で、それぞれはどれくらいになるんですか。高円寺は5年ぐらいなので、はい、大阪は3年、うん、あお、しんぼさんは、しんぼさんは何年目になるんですか。自分は5年目。5年目、はい、スニーカー一筋5年。そうですね、もうスニーカーメインで。僕なんかおじさんの感覚としては、はい、やっぱりスニーカーって直せないもんだと思ってたんです、はい、接着剤でくっついてるから、うん、はい、それをね、カポってくっついたら、あと加水分解っていうのか、はい、加水分解ってどういうものか、ちょっと、あ、そうですね、ちょっと軽く説明、まあ、特にこの辺で説明してもらうと分かりやすいですかね、はい、これがちょうど分かりやすい、はい、ウレタン、はい、ウレタンの素材がこうやって加水分解しちゃう、うん、加水分解っていうのは加える水が分解する、そうです、水分を吸っちゃって、もう本当に早くて2、3年とか
すると粉みたいになっちゃってなってきちゃったりとか直接入っちゃったりとかすると、うん、なっちゃいますね。大体もう8年するとこういう状態になり、はい、やすい、なりやすいです。そうなんですね、うん、これめちゃくちゃ分かる。お客さんのですか、これは。これはもうサンプル用で買ったやつです。すごいですよこれ、うん、本当に。でこれがその直して、そうですね、直しても、まあ内だとこういう内側、外、はい、まあ、はいはいはい、文字はなくなっちゃうんですけど、まあ、はい、こういう感じでレーザーで、本革のレーザーで交換して、はい、でこのヒールパーツとかも物がないんですけど、はいはい、こういうのもレザーでもう作っちゃって、プラパーツをレザーに変えてとかもできるってこと。なんとかキャップってやつ。あ、そうです、 C キャップとか N キャップとか、ね、はい、N キャップとかついてるやつ。でこれがそうですね、スタビライザーとかの名前のやつですね、はい、でこのウレタンのところをうちだとスポンジで、うん、あ、スポンジなんですね、うん、似せて作ってる感じですね。いやでも普通に履いてる分には全然わかんないですよ ね、 ね、そうで、ソールがビブラムなんですか。あの一番下、はい、アウトソールはビブラムでやってるので、まあ、ニューバランスでもビブラム使ってる、ね、はい、モデルもあるので。そうか、そうか、だからニューバランスも1300の新しい復刻と、あと576とかその辺は直せるけど、900番台とかもうソールは多分オリジナルでは直せないですよね。そうですね、なのでまあ本当にビブラムの一体型の、はい、うんうん、ちなみにこの辺、この辺とかですか。あ、そちらにあるやつです。あ、こういうのを、そうです、はい、履かせる、そうです、これとかですね、これが、あ、そうか、はい、まさに、はい、これがもう修理したやつですね。あ、そうです、はい、いいですね。ちょっとできたの出していいですか。あ、そうですね、はい、すいません、なんかちょっといやいや、熱くなってる。いや、なんか話を振られたから乗ってみたらはしご外された。一番熱くなってるから。はしご外された。じゃあまず1足目ちょっと僕持ってきたの、うんうん、こう今履いてる990の V6 で、はい、まだ買って、うん、去年の10月ぐらいに買ったんですけど、はあ、あまりに履き心地良くて履きまくってたら、僕よくあるんですけど、このまさにこうインナーがこう擦れてきて、あ、そこが当たるんだ。ここが擦れて、ここが結構破けるんですよ。おそらく僕ちょっとデカ履きするというか、足の形が良くないんで、はいはい、ちょっと若干大きいの履くんで、はいはいはい、おそらくこう脱げる、あ、そう、かかとがちょっとこうスライドするから、はい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 、おそらくそれで大体ここが破けるんですよ、はい、でこういう場合ってどういったメンテナンスができるんですか。そうですね、もうこれだと、はい、内側のこの全体的に張り替える、はい、張り替える、このタンのところではなく、はい、ここ、こ、あ、こっち側か、外側で言うとこういう感じですね、はい、これは向けるんですか。そうですね、あの工程としてはインソールの下にくぐらせるので、こうやった後に、はい、でここでステッチが入ってる、うん、はいはいはい、あ、一本一本ほどいてって、そうですね、でパカって開いて、はい、レザーだったりメッシュだったりをここで縫ってから内側にくぐら、あ、こういう感じの、へえ、はい、逆袋縫いみたいな。こっちもステッチで、こっちはやっぱもうソールが行動上難しいので、はい、うんうん、こういう感じで、ああ、なるほど、なるほど、なるほど、行かせる、そうです、ね、通しちゃうっていうか、1枚でここにこうなってる状態で、うん、こうインソール入れて、へえ、取れないです、はい、あとはもう接着で、接着で。ちょうどなんかこれも素材がレザーだったりメッシュだったり選べるんですけど、やっぱこの場合でメッシュで破れちゃってるんで、やっぱ強度的にはレザーの方が強かったです、うん、そうか、あ、じゃあこれをレザーにすることも可能。そうですね、そうなんですね、はい、本当好みになるので、うん、はい、レザーも色、あ、そうか、そういうレザースワッチ的なやつがあって似てるこういう合わせて、そうですね、あえて色をオフホワイトみたいな、あ、変えちゃう、色に変えちゃう、例えばこの N の色に寄せちゃうとかもできる。そうですね、もう真っ黒にしちゃいたいとか、あ、なるほど、ボディ同色にするとか、カスタム的な感じで、もう張り替えの時はやっていただく。ちなみに今これメッシュに変えた場合とレザーに変えた場合って価格ってどれくらいになるんですか。メッシュだったらメッシュの方が安い。ちなみにおいくらぐらいですか。9000円で、からですね、で、はい、レザーにすると1万円1万円からって感じです、ね、あとは本当に劣化具合でプラスされてる感じなので、はいはい、それは片足9000円1万円、あ、両足先行で、はい、お、安っだ、まあまあ、でもこれが本当張り替え たレザーに張り替えた感じですね。まあ、モデルは違うんですけど、はいはい、おなんかクラシックな感じになって、ちょっとこれソール抜いてもいいですか。あ、そうです、そっか、こういう感じで
そうか、こういうことになるんですね。で下は接着されてて、はい、でインソールで押さえる。そうです、はい、でもやっぱり例えば1枚のスニーカーだったらやんないと思うんですよ、はい、うんうん、で現行で買えるんだったらまた買う、はい、ただ最近のスニーカー高いじゃないですか、3万4万で僕持ってきたのは、はい、もう現行で今買えないんですよ、うん、そうですね、この1700ってやつで、はい、これどんぐらい10年ぐらい前ですか、ね、そうですね、2013年とか14年とかに出てるモデルじゃないですかね、うん、復刻したこのメイドイン USA、うん、で僕これも大好きで、はい、すごい履いてるんですけど、あのリュウちゃんと一緒で僕はねここが切れるんですね。あ、そう、ここもすごい、ここ切れるんですよ、ここなんですよ、多分ね脱ぎ履きがね、あのね帰ってきてね紐を外さずにそのままこうやってやったりするからね、こう大事に履けばいいのにね。とあとね、買って2、3回履いて、はい、やっぱあの家の中で小指ぶつけるのと一緒でここぶつけて帰ってきたらここなしね、こっちあるけどそっちないみたいな、帰ってきて3回目しか3回しか履いてない、もうこれ取れてるよってなって、あとやっぱちょっとあれですね、歯がこっちもちょっと若干、そうなんですよ、こっちもねこう剥がれちゃう、だからまあ10年以上経ってんだけど加水分解は乗ってないんだけど、はい、やっぱね、こう剥がれちゃってたり、でも、多分力入れてグッてやったらボロッといく可能性ありますね、これ。あと僕結構靴磨き好きで一生懸命磨くんですけど、うん、やっぱこういうところが、あの色が、色落ち、はい、まあ、もっとね、マメな人は塗ったりもするんでしょうけど、うん、いや今回あの、おじさんの愛用品をメンテしてもらうってことで、はい、いっそなんかソールを変えて、まあ、あのインナーももちろんこれ変えるんですけど、はい、ソール張り替え、ね、はい、どうなるかちょっと興味ありますね。ちょっとちなみにこれじゃあお願いした場合ってどんな感じになる、はいはい、ここはだからさっきと同じ そうですね、レザーかメッシュか、はい、まあ、多分レザーの方がいいですよ、ね、雰囲気合うので、ね、はい、でまあ本当好みになるので色を選んでいただく、はい、結構ホワイトとかでもクラシックな感じというか、はい、まあ、ここの色を拾ってどうしようか、どうしても近づけてもいいですし、なんかだいぶイメージ変わるんで、はい、これが真っ白、真っ白ね、まあ、この辺か、そうですね、真っ白はなんか汚れちゃうからな、そうですね、結構汚れちゃったりするので、はい、意外にこのグレーホワイトとか、ね、グレーホワイトこの感じ、ソールが結構、あ、そっかそっか、ソールもに合わせちゃったりとか、はい、ですね、この濃いグレーで、そうですね、このタイプと同じ感じで、ね、結構なんか本当にだいぶ渋くなりそうですね、いいですね、このパターンで、ソールユニットは、ソールユニット、これはどれが付けられるんですか、これだと、はい、そこにもある、はい、あ、その下、下こっち、はい、あ、これ、へぇとかが合うかな、どっちもいけるんですか、これもですか、あ、これもいけるんです、はい、へぇ、いや、なんかグレーとかもあっても面白いかな、あ、グレーもあります、あ、本当ですか、これグレーあります、あ、そうなんですよ、ちょっと見てみたいです、グレーいい、グレー、やったありますね、わぁ、こんな感じ、渋っ、いや、絶対かっこいい、おじさん喜ぶじゃん、絶対かっこいいでしょ、そう、あえてそうイメージ変えて、あ、いいっすね、ちょっとこれ大きいんですけど、はい、うん、おー、いいっすね、でもやっぱちょっとお高いんですか、いや、これオールソールで、はいはい、この場合だと、はい、これレザーで、はいはい、例えばさっきのライトグレーの場合だと1万円、はいはい、1万円、はい、で、ソール交換が、はい、これだと1万7000円、おおお、2万7000円、2万7000円、あ、そうです、いいじゃないですか、はい、でですね、はい、まあ、あの、はい、スニーカーブランドもね、うんうんうん、なんかこうやれるって聞いたんですけど、うん、実はハイブランドも、はあはあはあ、なんか受け負ってくれるんですよね、メゾン系の、あ、そうですね、はい、なので、あの得意の、はい、あ、H を、ホーガン、そう、そうですね今あのやってるメーカー言いそうになったらちょっと謝りましたけど、これあの、わー、来た、ターボ、はい、これ2000年ぐらいに買って、この前 あのストラスブルグの動画でも出したんですけど、かわいい、ここね、あらら、ここがちょっとはあらら最近剥がれてきちゃってて、こっちなんかペロンって、お、こんなのも直せたりするんですか、そうですね、綺麗だし、はい、アウトソールが、そうですね、剥がれてて、はい、でこのラバー、はい、ソールの、アウトソールのラバーが思ったよりも生きてるというか、うん、こういう曲がりが、もう大体これぐらい立っちゃってると、うんうん、カチカチになって、そうですよね、一応ここがもう硬、ね、くなっちゃってる、割れてるというか、はい、そうですね、これも劣化、経年の劣化になっちゃうので、うんうん、はい、この状態だったら生かしたいのであれば接着っていう、はい、あ、接着ことでもできます、状態的に、この白い部分は生きてるんです、全然、白い部分はスポンジなので、あ、そうか、そうか、分解って感じではない、あ、へぇ、まあ、スポンジも硬くなっちゃったりするので、はいはい、履き心地とかもあるので、これも交換はできるのであれば、
もう店で作って、先ほどのニューバランスみたいな感じで、はいはい、あ、そうかそうか、はい、にも変えられるんだ。で今これスウェードなんで結構、はい、そうですよね、ガチガチシリーズだ。そう、これすごいガチガチにくっついてるんで、はい、なのでもうこのアウトソールだけ一回剥がしてくっつける。この劣化した接着剤を、まあ、グラインダーで削って、であとは本当にきれいに除去して再接着すれば、うん、きれいに戻る、まあ、とりあえず履ける状態になります。あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとそれ、ちなみにそれ 今やったメニューをお支払いするっていうか、お見積もりだといくらになるんですか。アウトソールだけだと、はい、大体5000円。5000円、はい、ちなみにこれ、それ作業としては結構あの今見れたりしますか。あ、大丈夫。あ、これじゃあ、はい、これをお願いしたいんで、はい、じゃあ今ここでずっと喋ってるのもあれなんで、うん、ちょっとその慎吾さんの手の、はい、あ、分かりました、技を拝見させてもらってもいいですか。はい、そうですね、はい、でこれだと今、はい、あ、まあ、簡単にいいベロッと、あ、もちろんです。これでおいけるので、すごいな、野菜、トマトの皮湯むきしてるみたいな熱もかけずに。多分このつま先のとこだけスウェードのところなんで、はい、これこだけちょっと気をつけなきゃいけない。あ、うん、で硬くなってるんで、もうここに来ると急にストップかかる。ああ、そういうことか、そこだけきっちりついてるっていうか。そうです、つきがいい。なのでちょっと本当割らないように、これは気をつけなきゃいけないですね。優しく、時に激しく。そうですね、行くところは行ってっていう感じ。ところもネタに近いからですよね。ちょっとあまりにも危ない感じだったら、はい、ちょっと液体があるんで、そういうのを使って、そういうのをちょっと刺しながら、なんかリムーバー的なあれなんですか。プレペイントってうちで売ってるんですけど、そのアセトンだったりとか、はい、接着を緩めるみたいな。そうですね、アッパーの素材に染み込ませないぐらいで、うん、うまいこと際のところにちょっとずつ当ててやったりします。あ、でも綺麗に剥がれましたね。これが綺麗に剥がれたんで。接着剤はどれぐらいついてるんですか。あ、本当にそんなにベターってついてるわけですか。これ、あ、薄く全体に、薄くもついてる状態なの で、ね、でこれがもう接着剤ってもう本当に、6年とかしたらもう剥がれちゃったりで、これがもう化水分解と一緒で、はい、接着剤の劣化、そういうことですよね。なのでこれ綺麗に取り除いて、うん、はい、もう新品の状態とか下の生地を出して、うん、接着って感じです、はい、なのでまずは軽く表面を、はい、削っていく感じです。はい、結構ついてたのを汚してたのを取った状態ですね、これ、はい、でこの後またちょっとシンナーとか使って、はい、染み込んでるのを、あ、そうかそうか、出していく感じです。へー、またこっちもやっていきます。はい、ダークスとかで使う、おー、クレープの、はい、あるんですけど、これ結構みんな使ってると思うんですけど、はい、これも切ってで、うん、これをシンナーとかで、ああ、そういうこの接着剤、はい、やった時に、うん、これで結構出してくる。あ、へえ、こする、くっつくじゃないですか。あ、はい、なるほど。あ、そうかそうか、それが吸い込ませるというか。でこうやるとこのスポンジの中に染み込んでる接着剤が、赤すりみたいなもんですね。そうですね、もう結構何回もやっても永遠に出てくる。出てくる。ああ、まさに赤すり。本当に皮膚剥がしてんじゃねえかみたいな。赤取ってる感じなんですよ。綺麗になりましたね。これぐらいまでやんないといけないんですね。そうなんですね。で、これが下処理。はい。うわ、綺麗な、ツルツルっすね。すっぴんちゃんですね。このちょっと光ってるのがまだ残ってる状態になるので、これも取った方がいいですね。うん、プライマーっていうの塗る前の素材にあった下地材を。塗ってきます。結構そのラバーだってスポンジにも万能に使えるプライマー。うーん、
のがあるの で、うん、でこれから接着剤を一度表面にサッと塗って、はい、でそので20分ぐらいまた乾かして、はい、でもう一回二度塗り、二度塗り、はい、だからダマになってたりとかしないように伸ばして。もう接着剤っていうのはスニーカー用のなんか特殊なやつ。そうですね、もうスニーカーとかに合うようなボンドがあるので、これまた乾かしてこんな感じで塗って乾かして、あそこに吊るしとくんですね。そうですね、アウトソールも同じように同じように塗る。そうですね、両方2回ずつですか。そうですね、はい、はい、じゃあ改めて、そうですね、 これはちょっとやってもらうのだと、うん、おぎちゃんのこの1700を、はい、こうやるとですね、はい、納期が今だと3ヶ月、3ヶ月、はい、はい、これ LINE も始めたので、あ、そうか、 LINE で写真を送って、そうです、簡単にもう LINE の方がいいって方は LINE で登録、あ、まあ、LINE で見積もりっていうのが出てくるので、はい、下にメールか LINE か、で、まあ、どっちか好きな方を選んで、まあね、来店が難しい方はやっていただいて、はい、でもね、やっぱね、半年待ってもね、いいと思う。どうせあの、どうせ履かないですよ、半年は。そう、靴箱の肥やしになってた、うん、ね、いや、好きなんだけど、やっぱなんかいろんなとこが気になって、はい、外、もうほんと近所に履くぐらいしかで、うん、やっぱこの靴がやっぱ僕の中でヒーローだから、ね、しっかり履きたいから、半年3ヶ月全然待ちますよ。ありがとうございます、うん、じゃあお願いしていきますか、はい、お願いします。じゃあ出来上がりを楽しみに、はい、じゃあまた、はい、暑いですね。いや暑い。でも、はい、ついになんかあの僕らが修理に出したやつが、はい、修理が完了したっていうご連絡いただいたんで、3週間そんぐらいですかね。ちょっと1ヶ月ちょい、ね、まあ、語ってないぐらいです、うん、まあ、はい、前回よりもどんどん暑くなって、元矢端に戻って、元矢端に戻ってきましたけど、じゃ早速行ってみましょ う、はい、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。どうもこんにちは。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。なんか修理がついに完成したっていうか、はい、完了したってことをお伺いしたんで、はい、2人で受け取りに伺ったんで、ありがとうございます。2人でちょっと、じゃあ、はい、じゃあ伝票お願いします。はい、ありがとうございます。では、ついに、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ、じゃあ、柳さんの、はい、はい、何出したかもう忘れちゃったこれだったっけみたいな、ソールの接着、はい、ハントソール、あー、はい、そうだった、そうだった、おー、へー、はい、ね、前回のやつはここがペ両方ペロ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 してたのが、あ、綺麗にくっついてますね。本当だ。この白い部分とつらい位置で、うん、ちゃんとね、はい、いいですね。ソールほぼ新品の時みたいになってますね、ここの接着が。ありがとうございます。すごい、めちゃくちゃ、はい、ここからまた綺麗に、ね、はい、履かせてもらいます。この状態もいいし、はい、まだまだ全然いけます。全然履こうと思います。じゃあ続いて、じゃあ続いて僕の、はい、履き口とソールのこと、はい、はい、ソールも どんな風にフルフルで、どうでしょう、履き口、おお、かっこいい、かっこいい、はい、いや、いいっすね。あ、全然違和感ない。なんか、いいですね。かっこいい。白の時より、白より締まるね、大人っぽくなった。うん、そうですね、渋くなって、めちゃくちゃ綺麗になってますね。もうなんかオリジナルがどれだったか忘れちゃうぐらいな。ね、でさらにここのところも、あ、そうか、履き口もか、履き口を、そうか、ね、このぐるっとレザーを、ね、ここから、あ、すごい、すごいすごい。なんかそのちょっとカスタムするみたいな話っていうのは、ちょっとかかとの部分、あ、かかとか、そうですよ。なんか元々パーツっぽいのがあって、はいはいはい、はい、もうなんか、はい、やってます。でもあった方が締まってるんですね。なんかこのアッパーのレザーと、ね、なんとなくでやってる。ああ、でもイケてる。ほとんどがこんな外した感じ。すごいひどく加水分解みたいになってるんですけど、まあ、これちょっとまあ怪しい状態なんで。そうですね。うん、こう比べるとだいぶ締まる。相当大変だったんじゃないですか。ちょっとそうですね。剥がして。けど経年でやっぱり。これ劣化しちゃう。そう言ってましたよね、合皮の。まあどれだけ履いてどんだけ持つかって感じなんですけど、はい、ていうかオリジナルよりいいかも。いや全然いいと思うんですよ。なんか本当に大人っぽく大人っぽくなりました ね。これ比べるとですけど、うん、もちろんこれはこれ で、うん、ね、アメカジっぽい良さはあるけど、よりこっちの方が、ね、ワントーンっていうか、ね、なんかグレーのスラックスとか、うん、汚れも目立たなそうですし、うん、素晴らしいじゃないですか。ビブラムです。いや嬉しい、ありがとうございます。
今またお忙しくなってる感じですか？今めちゃめちゃ忙しい。なんかもう3ヶ月4ヶ月待ちとかになって。そんななんすね。今だから今じゃあ例えばこの動画を見て僕も直したいな、はい、まあ直しの状態によるかと思うんですけど、そうですね、持ってきてもらうとやっぱちょっともうこのタイプ履き口とか、はい、それだったら4ヶ月待ち、あ4ヶ月待ち半年ぐらい見といた方がいい、はい、そっか。でもまあやる価値はあると思うんですよね、うん、あのやっぱもうボロボロであのせっかくおしゃれして履きたいんだけど、うん、なんか一軍落ちしちゃってるんであれば4ヶ月待っても直す価値はあるかなと、ね。でこのくらいのだったらちょっと2ヶ月くらい 半分ぐらいか、はい、まあでもねせっかく高いいいスニーカー買って寝かしてるのがあるんだったら、うんうん、ね、うん、ね持ってきてお願いするっていう、じゃ あ, あの皆さんもいいスニーカー寝かして、ね、ソール劣化したり加水分解しちゃったみたいなのがあったら、うん、アトランダム持ってきてしんぼさんに相談してくださいみたいな、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次何直しに行きましょうか ねそうですね、カバンとかもやられてます ね、 あそうですよね、カバンが多分恵比寿店にあるけど、はい、そっちで洋服とかもやってるんで、はい、あそうかそうか、止水ジップのやつとかも直せるって言ってましたもんね。確かそうです、はい、詳しく言ってました、ね、はいはい、じゃあそっちもちょっとお地面手に行こうと思うんで、はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。ではあすごいなこれ、あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックスのデブ系魂、星賀さんと私でもこれお宝ですよ。うわすごい。